はい、どうもこんにちは。今日ですね、ツイッターに関する情報をね、お知らせしていこうかなと思います。僕のね、ツイッターがね、まあ、以前のアカウントをフォローしてくれている方はですね、多分140人ぐらいの方が、僕の前のアカウントの方をフォローしてくださっていると思うんですけども、今ですね、そのアカウントカロスケ、多分 XX カロスケ XX アカウント名のツイッターがあるんですけども、そちらの方ですね、ちょっと どこのね、誰か知らないですけども、まあ、情報によるとね、まあ、日本国内の方にちょっと乗っ取られてしまいまして、で、まあ、すぐさまね、措置を取ろうとしたんですけども、まあ、ちょっともう完全に、本社の方から、ツイッターの本社の方からロックされてしまいまして、で、まあ、もう、復旧できない形になってしまったので、今回、まあ動画上げてなかった間にまあ帰れたんですけども、まあちょっと諸事情の方でまあ帰ってなかったっていう感じなんですけども、まあ今回、8月、Twitter の方を新しく作りました。まあ詳しく、正しく言ったら変更ですね。アカウント移行しましたね。まあ今ちょっとこの画面に出てるんですけども、ちょっと夜間モード解除します。時間モードね、はい、ちょっと見ようかな。あれですね、キャーマンオフィシャルっていうアカウント名、アカウントのツイッターがあるんですけども、まあ、これが、これから あの YouTube とリンクするツイッターのアカウントですね。で、まあこんな感じで、まあ、ツイート内容はね、特に、まあ、日常とか、まあ、YouTube の動画があったらここに表示されたりとか、まあ、Instagram あげたらここに表示されるとかっていう感じですかね。ということでですね、今日は、Twitter の新しいアカウント移行しましたっていう動画でした。またまた動画撮っていきたいと思います。